人命より企業の利益優先、人の命を預かる航空会社に限ってまさかそんなことが、なんて思うのは隣国の非常識。死亡事故まで起こしながらも損益が出るからと訴訟を起こし、そのまま通常運転させろと訴える航空会社。それだけでも唖然とするのに、それをあっさりと認めるかの国の裁判所。3人の尊い命が犠牲になった航空事故は、6年という長い年月を経てようやく運航停止になったのですが、こんにちは、世界のカルマンのエドワードです。2013年7月6日、サンフランシスコ空港に着陸していたアシアの航空ボーイング777-200旅客機は、滑走路の前の防波堤に激突。乗員307人のうち中国人3人が死亡、180人が負傷するという前代未聞の死亡事故に。これに対し米国連邦交通安全委員会は2014年6月、パイロットが高度を下げながら適正速度を維持していなかったと判断し、韓国の国土部は同年11月にインチョン・サンフランシスコ路線を運航するアシアの航空機の45日間運航停止処分を下す。がしかし、アシアの航空は運航を停止した時、売上高162億ウォンが57億円に減って損失が出ると裁判所に執行停止の申請と取り消し訴訟を起こしていたんです。すると韓国の裁判所は、運航が停止された場合に回復するのは難しく、損害を与える可能性があると執行停止という判断を決定。いやー、3人も亡くなってるのに具体的な事故原因も追及せず、そのまま通常運転させるなんてもうありえないよね。裁判所が航空会社の損害を第一に考えるなんて、裁判官と航空会社の間で何かあったんじゃと思うのは私だけでしょうか。そしてこの度、10月17日、最高裁のキム・サンファン最高裁判事は、アシアの航空が国土交通大臣を相手に起こした運航停止処分、取り消し訴訟の上告審で原告敗訴の判決を確定。裁判所は、アシアの航空が航空従事者の航空機事故を防止するのに十分な教育、訓練などを実施していない、注意義務違反が事故発生の原因になったと判断。しかし死者と重傷者、財産上の被害などを考慮すると、運航停止90日については複数の状況を考慮し、日数を 50% 減の45日へと減免。アシアの航空はサンフランシスコ路線の運休に伴う売上高の減少が110億ウォン程度と推定されていましたが、運航停止期間中に他の路線の代替便投入を準備し、売上高の減少は微々たる見通しなんだそうです。ちなみにこのアシアの航空、相次ぐ事故を起こし、現在売却手続きが進行中。4月から全社員を対象とする無給給食を実施しており、その給食期間は15日から最長3年なんだそうです。以上、最後までご視聴ありがとうございました。